戦う理由や信念ならどんなに弱いデュエリストの胸にも秘められてるだろうさ。重要なのはそれに押しつぶされるか、それを守り抜けるかだ。モンスターではない、神だ。一つ忘れているぞ、貴様は今俺という地上で最強のデュエリストを敵にしているということだ。やはり俺の目に狂いはなかったか。その姿、我が妻にふさわしい。ますますお前を手に入れたくなった。この俺が褒めてやっているのだぞ、光栄に思え。褒めもけなしもしませんよ。事実に即し己を律する、それが私です。呪術師はクソだ。他人のために命を投げ出す覚悟を時として仲間に強要しなければならない。だからやめた、というより逃げた。ここからは時間外労働です。彼は今まさにそのすり合わせの真っ最中。どちらかといえばバカはあなたです。悪魔が恐れるデビルハンターはな、頭のネジがぶっ飛んでるやつだ。ネジがぶっ飛んでるやつは何を考えてるかわからない。お前たちは人と悪魔どっちの味方だ。俺に教えてくれないのか。ここまで命を張って戦った分の報酬が欲しいだけだ。杉本、お前には殺されかけたが、俺は根に持つ性格じゃねえ。でも今のは傷ついたよ。散々あんたに教えてもらった。だからこそ世界の真実が知りてえ。この世界はクソだ。消防隊にもあんたらにも好きに動かれると面白くない。あいつらも逃げたようだし、俺もここにいる意味ねえ。左の確率 75%だが、これではまだ決まらない。越前龍馬はここですごい瞬発力を見せる。ボール2個分届かない。目標を達成するには計画がいる。そして俺には計画がある。俺の傘下に入れ。お前たちを使ってみせよう。そして俺が次の支配者になる。ちょっと待って、君かわいいね。おいおい、しんみりすんなって。挑戦に不安はつきもんだろ。大会はこれからじゃねえか。悪かった。なるほど、期待以上だ。上出来だよ、宗像。よせよ、宗像。俺の狙いはてめえじゃねってのに。楽しくなっちまうじゃねえか。そういえばお前だっていないだろ、友達。あなたの部下による監視はジーン・オータスに見破られていた。私ならそんなヘマはしません。噂は真実だったと他の長官が知る日もそう遠くないかと。ずっとお前に伝えたい言葉があった。お別れの時間だ。すまない、デリエリ。もうお前を守ることも、そばにいてやることもできない。だから、言わないよ。あいつは時々、俺でもおっかねえと思うぐらい執念が強え。何度倒されても何度でも起き上がる。あの何でもない日常を取り戻すためだったら、俺は何でもする。どんだけ時間がかかってもな。俺は思い出す。この子の名前はカエルちゃんだ。そしてその名前を思い出すことで、俺は自分のことも思い出す。俺の名前は坂井戸、名探偵だ。下の名前はわからないが、そんなことよりまずこのカエルちゃんの死の謎を解かなくてはならない。俺はもう足を洗った。今は専業主婦や。俺は俺のやり方で島を守っとる。暴力では大切なもんは守れへん。ターゲットは決まってる。時間もルートも確認済み。あとはやるだけ。
めんどくで、あんたらには世話になってんけどな。もういいか、その頭潰して引き抜くにしても。あれが水の浄化作用を増幅させている装置だ。いや、この500年、貴様は自分の責務を果たしてくれた。今でも貴様たちは俺の誇りだ。握手はせんぞ。俺は強者しか認めねえ。お前がここまで上がってきたときは改めて挨拶をしてやる。みんな、お前ほどバカじゃねえってよ。私の名は四次。こいつらは許さねえ。悪いな、私に人助けの趣味はない。ボイストック。